朝子トライさん。2011年3月11日の地震のあった時、武井さんは何をしていましたか？阪神淡路の時ってこと？あ、違うか。2011年か。10年前。あれか。東北の、あれか。震災の時？沖縄にいたね。沖縄の、北谷か名護か。なんかどっかで、陸上の十種競技の合宿してたかな。うん。多分そう。はい。後ろ選手とかと一緒に沖縄で合宿してましたね。で、東北で地震が起きてるのをテレビで見て、みんなで、うわー、ってなって、沖縄もね、ほんのちょっと揺れたんだよね、確か。うん。そんな記憶があるね。うん、だから、地震の、停電とかも僕ら全く関係なく、で、合宿終わって帰ったらもう復旧してたんで、すごい怖かったってみんな言ってたけど、あんまり関わらなかったですね。百獣の王の哲学さん、ライブ配信ありがとうございます。